見つかっちゃった。今回のかくれんぼ大会の優勝者は君だ。確かにサボってたけど、僕一人が教室に増えたところで誰も気に留めないだろうし、いなくても誰も気づかないでしょ。でももし君が僕を必要としているのなら、今すぐ戻ってあげても構わない。ほらここに座って。ドレスが汚れるかもなんて気にしなくていい。きっとここから見える景色を君も気に入るはずだ。大丈夫、僕を信じて。落ちないように支えててあげる。ほら、いい眺めでしょ。ここからだとかなり遠くまで見えるんだ。少し距離を取るだけでみんなの感情がはっきり見えるようになる。僕の真似をして手を望遠鏡みたいにしてごらん。どう？言った通りでしょ。いつの時代でも時間をかけて観察する価値があるもの、それが人間だ。お、逃げたりしないよ。君に見つかった時点で僕は君のものだ。ここからはプリンセスだけに特別なご奉仕をいたしましょう。今僕が向こう側に行けば君は唯一の傍観者になる。これって絵の外側にいた人が絵の中に入っていくような感じがしない？見て、今日のお菓子美味しそうだよ。好きな方を選んでいいよ。僕は残った方をもらうから。美味しいね。他人を喜ばせるのも大事だけど、自分も楽しまないとね。しまった、見つかっちゃったみたい。でも今はまだ君だけの僕でいたいね。プリンセス、今からこっそり抜け出しちゃおうか。